エーモン AF-101 は F1 ドライバーのクリス・エーモンにより創設された F1 コンストラクター。エーモンが1974年の F1 世界選手権用に製作した F1 マシンである。テクノ F1 のマシンデザイナーだったゴードン・ファウエルが製作。フロントウィングはフロントノーズ後端に1枚のウィングが乗った形状をしている。これは エアロダイナミクスを担当したトム・ボイスのアイデア。トーションバースプリングとインボードディスクブレーキはロータス72を参考にしている。また燃料タンクをコクピット後方に配置している。3月にブランズハッチで行われるノンタイトルレースに出走する予定だったが、テスト中の事故のため欠場。その後特徴的なフロントウィングを一般的なウィングノーズに変更して、 スペイン GP でデビュー22周でリタイアする。モナコ GP ではスポーツカーノーズを装着するなどしたが決勝に出走したのは最初のスペイン GP のみでイタリア GP を最後に撤退。イベントで AF101 に乗るエーモン2 0 1 1年1月に行われたニュージーランドのイベントでエーモンが1974年以来久しぶりに AF-101 の走行を果たした。ありがとうございます。